どうも、達也です。今回ね、外で不安になった時に使える3分間のね、瞑想をやっていこうと思います。持ち出したい場合は下にあのラジオとか入れてあるので、そこからね、ご自由にお使いください。では一緒にやっていきましょう。3分間呼吸に注意を向け続けます。はい、不安な時に使ってみてくださいね。座っていただいて、お腹に手を当てて、ここに注意を向けていきます。いきますよ。息を吸って、息を吐いて、息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くとお腹が小さくなって、息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くとお腹が小さくなって、自分の体に注意を向けて観察を行いましょう。不安なことに注意が取られたら、注意が取られたことに気づいて、そっと置いておきましょう。息を吸って、息を吐いて、少しずつ体の力が抜けてリラックスできると思います。息を吸って、息を吐いて、自分の体に注意を向けるのが難しい場合は、呼吸をカウントしてみてください。その場合は、10まで数えて、10まで数えたらまた1から。それを繰り返してください。大丈夫です。少しずつ、少しずつ、不安にとらわれづらくなっていきます。無理にリラックスしようとせずに、ただ呼吸に注意を向けてみてください。息を吸って、3分間経ちました。ちょっとね、僕もこういったチャレンジ続けてますけども、皆さんもちょっとずつ使いやすいようにこういったものを活用してみてください。ちょっとリラックスできたと思います。そのちょっとずつがとても大切です。そしたらまたお会いしましょう。なるべく毎日こういった動画出すようにしておりますので、毎日かどうかちょっと確約ができないけども、ちょっとずつね、使いやすいように使ってみてください。はい、そんな感じでまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、良くなると思います。音声だけの場合は、持ち出す場合は下のラジオとかそういったものを活用してみてください。はい、またね。